はい、奇跡についてちょっと話そびれちゃいました。それはね、私が放送していると放送がためになったって言って私の銀行口座にお金を振り込んでくださる方がいるってことですね。私の銀行口座はよく調べれば出てきます。でもよく調べないと出てきません。もちろん私に聞いてくれたら教えますね。でもそれ以外に多分私にお金を振り込もうと思っても相当強い意識を持たなければ振り込む行動、そして振り込むっていう結果にはならないと思うんですよ。でもそういった方が定期的に出てきます。特にこの健康の話題をねテーマにするとお金を振り込んでくださる方がいるんですよ。でさらにね、もう一つ別の奇跡ですけども、私の動画やライブ放送には定期的に一生懸命アンチコメントを書いてくださる方が数名います。ここ半年間だと2人ぐらいいるんですよ、熱心に書いてくださる方がね。そのうちのお一人が私の銀行口座にお金を振り込んでためになりますというメッセージまでくれてるんですよね。だからね、アンチも対応の仕方によっては味方になるんですよ、ね、よくトランプであのワイルドカードってあるでしょ、ジョーカーとも言えますけども、ジョーカーっていうのは普段は敵なんですよ。でもあることをきっかけにくるっとね裏返って自分の最強の味方になるんですよ。もしかしたら人生っていうのはそういったジョーカーを探してるのかもしれませんね。はい、それでは前後しましたけども本編の方をどうぞ。どうもお疲れ様でございます。本日は9月26日朝になりますけども、今日のテーマはね放送の力ということで、放送発信による奇跡が起きたよみたいなね、まあ、そんなタイトルでお届けしようと思います。まあ10年以上もね放送していて、いろんな体験をしている私にとってみたら、まあ奇跡でもなんでもないんですけども、一番最初にねこの現象が起きた時のびっくりっていうのは、あ、やっぱり自分の力がなんか変わっていったなっていうふうに感じるところだったですね。でどんなことかというとね、まずはこうやって放送発信してるでしょ。で私の場合はテーマを決めて今日はこのテーマでお話しますみたいなことでタイトルを書いたり、それから話す内容を冒頭に今日はこれでいきますっていうふうにお話しするんですよ。例えば速稼塾のこの動画で言えばですね、健康でしょ、それから仕事、お金、恋愛、この4つのテーマに絞ってそのどれかをお話してるんですよ。またイレギュラーでね、人共同っていう人の気持ち、マインドセットのことをお話しすることもあります。まあ、そこに、まあ、ヤクザみたいなキーワードが出てくることもあるのはね、ちょっとこう時代に合わないところかもしれませんけども、こういうふうにねテーマを決めてお話しする中で最も反応が著しいのが健康についてなんですよね。特にこの半年間4毒についてお話しています。乳製品、小麦粉、それから甘いもの、もう一つは何でしたっけ、油ですよね。この4つスラスラと出ないところが私もまだまだですね。この4つを生活から排除するだけであらゆる病気、薬、それから精神的な患いから離れることができるっていうことになります。逆に言うとね、この4つをやめずしてどんな処方を受けても無駄だってことなんですよ。私はその仮説に基づいてずっとお話してるんですけども、私の放送をね、まあ言ってみれば真に受けた方が本当にね、小麦粉類をやめたとかね、パンをやめたとかね、ご飯をしっかり噛んで食べるようになったとかね、それから甘いものを一切取らなくなったみたいな暮らしを送ってくださってるんですよ。全員じゃないですよ、その一部の方が3ヶ月をやめたあたりから著しく効果が出てきたと。例えばアトピーで生まれながらに悩んでいた方がね、痒みが取れてアトピーが軽くなってきたと。で通院しているドクターに、あ、効果が出てきましたねっていうふうに言われたんですけども、何のことはない、処方された薬は全く取らずにただ4毒を抜いただけっていうことはお医者さんにはとても言えなかったらしいです。お医者さんは自分の処方の効果が出たっていうふうに思っちゃってるんですけども、そうではないよと、久保さんの発信を聞いてまずやってみよう、何かをプラスするんじゃなくて何かをマイナスしようっていう発想に初めて立ち返ったらしいんですよ。その結果、油をやめても確かに料理はできるねと、卵焼きだって別にね、今の時代ダイヤモンド加工とかね、テフロン加工なわけですよ。その2000円とか3000円のフライパンでもね、加工してあるでしょ。だから油を引く必要がないのに習慣で油を引いてるんですよね。でそれに気づいて油を引くことをやめたんだけども、卵焼きでもね、それから目玉焼きでもね、野菜炒めでも焼きそばでもお好み焼きでもスラスラできるそうなんですよ。あ、油って
単なるお金の無駄遣いプラス健康を害するために取っていたんだな、まさに中毒だなっていうふうに気がついて、その方は使いかけの油を全部捨てたそうです。でも全く調理に困っていないらしいですね。その次に、そもそもフライパンを使う料理、こんなものが戦後 GHQ が広めたフライパン活動ね、これによって乗せられたもんだっていうふうに気づいて、そうだなと、フライパンを使わずに料理をしたら料理のレパートリーは減るんだろうかと思ってやってみたら、単に和食に帰っただけというねご飯を食べて味噌汁を取って、お漬物と焼き魚、全然変わらないと、全然食の不自由さはないっていうふうに言われてました。だからね、食べ物気にしだしたら食べるものがなくなっちゃうって方は、そのぐらいまで自分の食生活がお菓子とか甘いものとか、なんだかわけのわかんない粉物に依存していたってことに気づければ、和食に変えるだけなんで簡単だよっていうふうにね、その方はね感想を述べられてましたね。でその感想を放送の中で取り上げることもあったんですけども、とにかくね、放送の力の奇跡っていうのは、私は誰にも強制してはないんですよ。でもっと言ったら、そんなこと勝手に言って信じるもんかって言ったら、私の放送見なくてもいいんですよ。でも放送ね、見てくださってる方の中の一部で実際に思うだけじゃなくてやってみたっていうね、思考から行動に移した方が結果を見てるんですよ。それがこの半年間に起こったことです。で私は自分の体験だけではなくて、他者の体験からそういったことを知ると、なるほどねと、自分の仮説の裏付けがどんどん取れていってるなって感じるところなんですよね。だからね、健康な人にとってみたらあんまり興味のないことかもしれませんけども、でも周りに不健康な方がいた際に具体的なアドバイスができるようになったんじゃないかなと思います。もちろんね、医者じゃないんで、このサプリを飲んだら治りますよっていうのは危険ですよ。でもこれをやめたら治りますよっていうのは何にも禁じられてませんからね。だからこれをやめたら治りますよっていう言い方じゃなくてもね、これをやめてみたらどうですか、控えてみたらどうですかって言ったら、甘いものを控えるなんて誰でもね認識してることですからね。それから油の取りすぎが良くない、これもみんな知ってるわけでしょ、それから粉物、これについてはグルテンっていうね言葉が耳慣れてないかもしれませんけども、グルテンフリーっていう食材が出てきてるわけですよ。小麦粉の中にも、上等なパン屋さんっていうのはグルテンフリーの小麦粉を使ってるわけですよ。そう考えていくと、確かにグルテンが悪いんだろうなっていうふうに想像はできるんじゃないかなと思います。そして乳製品、牛乳アレルギーってのありますよね。そもそもアレルギーってのは油とか小麦粉によって起こされている、こう元々のこう疾患なんですよね。自然治癒力が弱まって、そして花粉症が起きたりアレルギーが起きたり、さまざまな病気を誘発する、さらには精神まで病んでしまうってことですからね。そういったことがお話できてよかったかなと思います。で今日ね、あのメールをいただきまして、あの果物も糖分の取りすぎになる、そうなんですよ。果物もね、今となっては砂糖の塊ですからね。果物に見える砂糖なんです、あれはコカ・コーラと同じです。品種改良と遺伝子改良によって、なんと果物も30年前40年前の純粋な果物から甘いものに変わっちゃったんですよ。それはね、農家の方に言わせれば、そうしないと売れないんだからしょうがないじゃんと、清く正しく果物を売ってたら競争に負けて廃業になっちゃうから仕方がなく糖度を上げてるんですと。今や果物は糖度合戦だってことなんですよ。しまいにはね、さつまいもやかぼちゃだってね、人工的に糖度を上げて甘いかぼちゃ、甘いさつまいもを作ってるんですよ。だからね、私たちロスジェネ世代は幼い頃に食べてきた野菜、そして果物と今の野菜果物の感覚全然違うと思いますよ。昔果物や野菜を取らなかった方でも、今はね果物や野菜を積極的に食べてるんじゃないですか。でもそれは本当に果物なんでしょうか、野菜なんでしょうか。例えばサラダにドレッシングかけてますよね。なんでサラダにするんですかね。日本人はそもそもサラダなんて食べてないわけですよ。キュウリの丸かじりってのありましたよ。でもキュウリに味噌を塗っていたでしょ。ドレッシングなんてわけのわかんないものは昭和30年代以降に輸入されてきた代物ですよ。まずい野菜を美味しく食べる工夫ってのがドレッシングをぶっかけるね。まずい焼肉をタレでごまかすのと同じです。だからあれはね、ドレッシングを私たちは食べてるんですよ。焼肉はタレを食べてるんですよ。お肉や野菜を食べてるわけではないんですよね。じゃあどうすればいいかってことなんですけども、簡単です。野菜を食べたければお味噌汁に入れてください、ね、煮物水炊きに入れてください。野菜の栄養素全部取れます、ね、熱によって変化するみたいなことを言い出す人がいますけども、それはいいですか、
ベジタブルジュースを加工する加熱ではそうなるんです。でも家庭でね、朝刻んだ人参や玉ねぎや大根がね、何味噌汁や鍋に入れて栄養素なくなりますかってことなんですよ。なくならないです。そればかりか全てを全部取れるんですよ。まあそういうふうにね、私たちはちょっとこう情報が取れるようになったわけなんで、やっぱいろんなところから裏付けを取って、そして自分はどう判断するのかっていうふうなね、自分の思考に立ち返った方がいいかなと思います。あの人がこう言ったからとかね、政府がこういうふうに言ってるとか、ここにはそう書いてあるとか、教科書にはこう書いてあるっていうことに本当に私たちは慣れさせられているんですよ、受験勉強でね。なんせ丸暗記したことで正解をもらってきたわけでしょ。でも本当にそれは正しいのかってことですよね。歴史の教科書、いろんな変更がなされて、今私たちが小学校中学校で覚えた歴史っていうのと今教わってる歴史っていうのはだいぶ変わってます。歴史学が進化したとも言えますけども、そのぐらい私たちが鵜呑みにすることは危険だってことなんですよ。解釈は時代とともに変わり、しかもその解釈もそれだけしか解釈が ないわけじゃなくてね、無数に解釈がなる あるうちの一つを教科書っていうところに埋め込んでるだけなんで、教科書を離れて本当に勉強しだしたら様々な説があることに気づくわけですよね。プレートテクトニクスなんてのはね、理科の教科書地学で並んだと思いますけども、でも本当に地震って地殻変動で起きてるんですか、それを誰かが見たんですか、証明はできてるんですか、なんで地震の予知ができないんですか。南海トラフ、首都直下型地震、いまだに起きてませんけども、近年起きるって言われてもう30年ですよ。その間にどんな予想もしなかった大地震が起きてきたんですか。なのになぜいまだに気象庁の予測予報を当てにするんですかってことですよ、はい、いろいろとね、そういうふうに情報の取り方を気をつけて、自分なりに仮説を立てて、その仮説の裏付けを取ってみることによって、自分だけの説っていうのがね、シナリオっていうのができると思います。あとはそのシナリオが本当にそうなるかどうか、これはもう運任せですよね。未来のことは誰にも分かりません。ただ知りたいという思いがある以上、私もこうやって毎日考えながら発信していこうと思います。はい、そしてね、最近ね、YouTube チャンネルを使ってライブ放送を始めた方が20名のチャンネル登録を達成しました。本当おめでとうございます。そしてね、ポスティングの話題も出してくださって、いろいろとね、ポスティングにおけるなんか動機とかね、それによって得られる幸福感とかってのがあるみたいですね。やっぱり人はね、歩いたり軽く汗ばむぐらいで運動したり走ったりすることによって幸せホルモンが出るらしいです。ですんで、引きこもっているとどんどん引きこもりの中毒になりますので、引きこもり癖の人がね、もしそれに悩んでいるんだったら、やっぱりね、足を使って外に出て朝の日光を浴びる、例えば朝6時から7時の間の日光を浴びることによって、その入射角の日光っていうのは体をね、光合成させるわけですよ。しかも17時間後に眠くなるんですよ。人間ってのは起きた時に見た風景の17時間後に睡魔が来るって言われてます。その時にどんな風景を見るといいか、それは朝日なんですよ。あのオレンジ色の朝日を見ることによって17時間後に眠くなるっていうね、そういった体内時計があるそうです。信じるか信じないかはあなた次第です。そして信じてる私はむちゃくちゃ元気でございます。それではお疲れ様です。